はい、ということで皆さんご無沙汰しておりますパクセレンでございますけれども、ちょうど目の前から出発していきますのは現在1編成しか在籍していない珍しい電車5050系の渋谷ヒカリエ号ですね。ということで本日やってきておりますのは、乗り入れる鉄道事業者の数は日本一、東急東横線の横浜駅です。 TY21 と MM01、 2つのナンバリングがこの駅名表にも書かれていますが、 TY は東急東横線のこと、そして MM01、 これはここから先元町中華街まで伸びております横浜高速鉄道みなとみらい線のナンバリングになります。この東急東横線とみなとみらい線は2004年に直通運転を開始したんですが、基本的には東横線とみなとみらい線で一体的な運用がなされており、横浜駅で元町中華街方面に折り返しとか、逆に横浜で渋谷方面に折り返しとか、そういったことは基本的に行われておりません。この横浜から元町中華街までの間のみなとみらい線の区間もまるで東横線の一部区間かのような扱われ方をしています。横浜の市街地のその地下を通っていく路線ですね。横浜を出発して新高島、みなとみらい、馬車道、日本大通り、元町中華街の順に駅が並んでいます。途中みなとみらいにしか止まらないもの、新高島だけ通過するもの、各駅に停車するものの大きく分けて停車パターンは3つありますが、で今回はこのみなとみらい線の終点元町中華街駅について皆さんにご紹介していきたいと思います。この元町中華街駅がですね、もうとんでもないことになっておりまして、今ちょうど各駅停車の元町中華街行きがやってきたところなんですが、なんとこの駅1分間隔で電車が到着するという、まあ、とんでもないダイヤになっているんですね。様々な方面から列車がやってくるこの直通ネットワークの終点に位置する元町中華街駅、一体どのようなダイヤになっているのか、そして列車はどのように折り返していくのか、今回はこの元町中華街駅のその折り返しの様子を皆さんに軽くご紹介させていただきたいと思います。見てるとね、そんなことできるのみたいな、そんな感じのことをね当たり前のようにやっていきますので、なかなか見ていて面白いんですが、本日もよろしくお願いいたします。このみなとみらい線内走行していく電車は基本的にみんなガラガラです、まあ、乗ってないわけじゃないんですけど、まあ、でもね1両あたり5人とかそれぐらいしか乗っていません。定員160人だとすると、32分の1とかそれぐらいになるのかな。もう乗車率かなり低くなっていますが、そんなこんなで列車は終点の元町中華街駅に到着。ホームはこの一面2線しかありません。この一面2線のホームで遠くは埼玉県の果ての方からやってくる電車など全部さばくわけですから、折り返し作業も相当大変なはずです。それを全部この一面二線のたったこれだけのホームで捌くっていうのは、これかなり大変なことでしょうね。さあ元町中華街の駅に着きました。もうみなとみらい線も全ての駅にこのようにホームドアが設置をされておりますが、はい、みなとみらいじゃなかった終点の元町中華街の駅に到着です。でここで反対側のホームにやってきました。こちらが元町中華街駅の一番線になります。元町中華街駅に着いてから今までずっとねノーカットで、しかも早送りとか一切しておりません。等速で皆さんにこの元町中華街駅の様子をご覧に入れていますが、なんともう次の電車がやってきております。早すぎる。こんなね、到着してから1分も経たずにもう次の電車の接近放送が鳴ってるわけですよ。次の電車は東駅止まりの特急 F ライナーです。折り返し西武線直通の小手差し行きになるらしいんですが、すごいですよね。こんな感じで1分間隔での列車の到着が基本的には昼間の時間帯15分間隔で見ることができます。 F ライナー特急元町中華街行きの到着、西武鉄道の6000系でしたっけ。僕あんまり西武の電車詳しくないんですけど、多分これ6000系だったと思うんですよね。こんな感じの車両が1分間隔でやってくる、なかなかすごいところです。そして1分間隔で到着して2分間隔で出ていきます、まあ、出発に関してはさすがに2分間隔になるらしいんですが、それでもとんでもないことですよね。今日一応平日の真っ昼間なんですが、それでもこんな感じの朝のラッシュ時間帯顔負けのとんでもないカオスダイヤが敷かれているみなとみらい線も何なんだという感じなんですが、そんなことはお構いなしに小手差しからやってきたと思われる特急電車が到着。そしてこの電車が到着したのが14時16分なんですが、折り返し時間はたったの2分しかありません。長い距離ずっとね100キロ近く走ってきたと思うんですが、それを折り返し2分でやってのける、意味がわかりません。渋谷に先着、菊名で確定、自由が丘で確定。最近この元町中華街駅の発信が新しくなりましたよね。昔は LED だったんですけど、最近この液晶ディスプレイに改められました。14時18分にまずは2番線から F ライナー特急の小手差し行きが出発、さらにその2分後僕が乗ってきた各駅停車が折り返し副都心線直通池袋行きの各駅停車として出発していきます。僕が乗ってきた各駅停車に関しては14時15分の到着、そして折り返し14時20分にこの元町中華街を出発させていきますが、ただ特急に関しては2分しか停車時間がありません。2分で乗務員の位置を交代して様々な発車準備を行って早い出発、なかなかできることではありません。人間だったら間違いなく休憩不足で過労死案件、どこからともなく労働基準管
監督署が突っ込んでくるはずです。さてそんなことを言ってる間に軽やかな橋メロディーを鳴らして F ライナー特急小手差し行きがとか言ってます。もう出発です。早すぎる。もうこんな2分での折り返しを当たり前のようにいつでもやってのける元町中華街駅のキャパシティどうなってるんだという感じなんですが、それでも1番線と2番線2本しかホームがないというのだから驚きです。さあドアを閉めて早速出発。さっき西部の方から頑張って1時間半2時間それぐらいかけてやってきたのにもう折り返しです。意味がわかりません。せっかく埼玉の方から頑張ってこの横浜のね中華街の方までやってきたんだから、小籠包とかシューマイとか肉まんとか美味しいもの食べたいでしょうけど、そんな余裕は全く残されておりません。大急ぎでポテサシへ向けて出発。本当に大変ですよね。もう鉄道車両大変さっていうのがこういうところでよくわかります。本当に酷使され放題なんだよな、このあたりに関しては。そして特急が出ていた2分後に続いて各駅停車池袋行きが出発をしていきますが、ただ5分後にさらに急行渋谷行きがあります。さらにその2分後に各駅停車渋谷行きが出ていきます。もうこんな感じの朝のラッシュ時間帯のローカル線もびっくりの、これ真っ昼間ですからね、一応言っときますけど、真っ昼間でこんな感じで2分間隔で電車が出ていく路線なんてなかなかないと思うんですが、これがこのみなとみらい線の当たり前の光景です。この先菊名まではこの各駅停車が先行するんですが、ただその菊名で後ろからやってくる5分後の急行に追いつかれて道を譲ることになりますので、渋谷には2番目の出発急行が先に到着ということになります。このようなダイヤ通りの運転を行っている時でさえここまでカオスなんですからね、これが特にダイヤが乱れた時なんかはもっと大変です。この東急東横線そして港未来線は副都心線を介して東武鉄道や西武鉄道とも直通運転を行っています。例えばね、こういう平常ダイヤの時だったら例えば西部の方からやっていた電車をそのまま西部の方へ返せばいいだけなんですが、ただこれがダイヤが乱れた時なんかには、例えばなんか西部の車両が間違えて、あ、なんか川越市の方に行っちゃったみたいなこともあるわけですよ。そういうことをするわけにはいきませんし、またこの東横線は8両編成と10両編成で運用される種別が異なります。10両編成を各駅停車で運用することはできないし、また8両編成を特急で運用することもできないので、8両編成でやってきた電車は急行もしくは各駅停車で返さなければならないし、10両でやってきた電車は基本的に急行もしくは特急で返さなければなりません。でこのとんでもなく広範囲にわたる直通ネットワーク、しかもこれにさらにあの日吉からは相鉄直通は入ってきますからね、とんでもなくカオスになっているんですが、これをしっかりとそれぞれ行きたい方面に戻さなければならない、それぞれの列車に指示を与える東横線や港未来線の輸送指令もさることながら、やはりこの元町中華街駅の1面2線しかないホームで列車をどんどん折り返し出発させていく、この凄まじい力には感服せざるを得ません。元町中華街駅の真の力はここにあると言ってもよく、もうそんなね、元町とかそれから横浜中華街にすぐ近くとか、もうそんなことはどうでもいいわけですね。もう元町中華街駅のこの凄まじい折り返しの様子を見るためだけにこの元町中華街駅を訪れる価値が個人的にはあると思っています。さて先ほど14時20分発の各駅停車が2番線から出ていくのと入れ替わりで27分発の各駅停車が1番線に入ってきました。では2番線から先に出発する25分発の急行渋谷行きはいつ来るのかと言いますと、今来ました。これです。急行元町中華街行き、これが折り返し、また急行渋谷行きとして出発をするわけです。先ほどの F ライナー特急に驚異の2分折り返しもさることながら、これに関しても1面2線の駅でやるようなことではありません。先に来た電車が後から出発をしていって、後ろから来た電車が先に出ていくという、この出発順序の巧みな入れ替え、これもまたね、この元町中華街駅の1面2線しかないホームでよくできるようなと、もう本当にね、このダイヤを作った人は天才だと思いますよ。よくこんな2分折り返しとか3分折り返しを真っ昼間でも当たり前にやっていくようなダイヤを作ったよなと、しかもそれをちゃんとね、時刻通り遂行していくこの日本の鉄道の正確さ、これをね、また改めてここで思い知らされることになりました。でもまさかこんな形で思い知らされることになるとは思ってもみませんでした。急行渋谷駅もすぐさま折り返し出発をしていきます。もう出発時刻まではほとんど余裕がありません。もうこの急行に関しても特急ほどではありませんが、折り返し時間は3分とかそれぐらいしかないんですよね。そんなわけでこの元町中華街駅のとんでもない忙しさを軽減するために、現在この元町中華街駅からさらに奥の方、引き込み線の建設が行われています。確かね、電車を4本ぐらいまとめて置けるようなスペースを今作ってたんじゃないかな。僕もすいません、ちょっと詳しい計画については実は知らないんですが、まあこの先に引き上げ線を作ることによって、特に週末限定で運転されている座席指定列車 S トレイン、そういった列車の折り返しに有効なのではないかということが噂されております。まあ、実際にね、この引き上げ線ができれば相当この元町中華街駅の列車運用にも余裕が出ると思われ、このとんでもない2分折り返しとか3分折り返しとか、こういったゲートももしかするとその引き上げ線が完成すると見られなくなるかもしれません。まあこれはこれでいいことですけどね。そして25分発の急行が出ていってすぐ27分発の各駅停車渋谷駅が出発をしていきます。はい、ドアが閉まりました。
エスカレーターの上からはどんどんお客さんが放流されていきます。とんでもない数です。まあ今日は夏休みシーズンですからね、多分元町とかそれから中華街の方に出かけてこれから帰るとか、まあそれからもしくは横浜市内の簡単な移動を港未来線でやろうというお客さんたちなのかもしれません。この港未来線沿線の観光地は何もこの元町とか中華街とかその周辺だけではないですからね、港未来のあのランドマークタワーの方とかあっちの方にも観光地はたくさんありますから。僕が元町中華街の駅にやってきてから15分が経ちました。さっき僕が横浜から乗ってきた各駅停車は元町中華街行きの15分後の電車が到着です。つまりこの電車が到着したすぐ後ろから今度 F ライナー特急が到着するということ。この東急東横線では基本的に15分間隔のダイヤが敷かれており、特に急行と特急に関しては1時間にそれぞれ4本ずつの運転が行われています。つまり僕が乗ってきた各駅停車の15分後の電車が今ここに着いたということは、この電車が到着した1分後にすぐ後からF ライナー特急の東駅止まりの電車がやってくるということ。今ここで電車がね到着して、多分すぐ後ろでねドアが開いているかと思いますが、その反対側の一番線にやってきましたけれども、まあおそらくほどなくして後ろから東駅止まりの特急電車が到着するはずです。はい、来ました。噂をすれば影ということわざがありますが、ことわざだったかな、すいません、もしかしたら古事成語とか慣用句だったかもしれませんが、ともかくとしてもうこれはね噂をすれば影とかいう次元ではありません。噂をしなくても影です。後ろからやってきました。こちらが東駅止まりの F ライナー特急元町中華街行き。折り返しはさっきね小田瀬行きの特急が出ていきましたが、続いては東武線に直通します森林公園行きの特急ということになります。この F ライナー特急は東横線内15分に1本間隔で運転されていますが、地下鉄副都心線からさらに東武東上線へ直通する列車が30分おきに、西武池袋線へ直通する列車が30分おきに運転されており、まあ要するに東武へ直通する特急と西武へ直通する特急が交互に15分ごとに運行されていると、そのようなことになっております。さっき出発していったのが西武線直通の小手差し行きの特急でしたから、その15分後の特急は当然ですが東武東上線に直通する特急ということになるわけですね。こちらは副都心線の開業時にデビューしました東京メトロの1万系、丸っこい顔が特徴的な、ここ最近東京メトロ各線で導入が進んでいる新型車両のその走りとなったような車両です。最近ではね東西線とか千代田線とか半蔵門線でも新型車両の導入が進んでいますが、その第1弾がこの東京メトロ1万系。1番線も2番線も両方東京メトロの車両で埋め尽くされています。ここはまるで東京メトロ元町中華街駅。そんなこと言ってる場合じゃないですね。もう発車メロディーが鳴っております。折り返しもうすぐに特急森林公園行きの出発。さっきの小田差し行きの F ライナー同様、この電車に関しても元町中華街駅での折り返し時間はたったの2分しかありません。2分で乗務員の位置を交代して、で側面の表示器とかもね全部 F ライナー特急森林公園とかにして車内放送を流して、それで出発、本当に大変だよなと思います。もちろん乗務員さんたちも大変でしょうけど、やっぱり一番辛いのは車両側ですよね。まあ電車には楽しいとか悲しいとかそういう感情があるわけではないので、別にこういう風に酷使しても問題はないはずですが、でもちょっとねここまでこき使われまくってるともはやかわいそうとかそういう感情がもう出てきますね。折り返しこちらの電車は各駅停車の西武線直通石神井公園行きみたいですが、こっちも西武線に直通する電車みたいですね。さっきの電車は折り返し池袋行きみたいでしたが、時間帯によってはこういう風に池袋や和光市からさらに先西武線や東武線に直通する各駅停車なんかもあります。さあ発車メロディーを鳴らして石神井公園行きの各駅停車が2番線から出発、そしてそれと入れ替わる形でちょうど向こうからね明るいヘッドライトが一瞬ちらっと見えましたけれども、江戸駅止まりの各駅停車電車の到着です。こういう画角で動画を撮ってて、で左側のホームから電車が奥の方に出発していって、で右側のホームに奥から電車が到着していると、なんかここ終点の駅じゃないんじゃないかみたいな、そういう錯覚を抱いてしまいそうになるんですが、この駅一応終点ですからね、なんか普通になんかね渋谷とかなんかその辺の普通の地下鉄の駅みたいに見えるんですけれども、しかしこれでも終点の駅です。右からやってきた電車もこれから折り返し、今左から出ていく石神井公園駅と同じ向きに出発をしていきます。これ本当によくやってますよね。15分間隔とはいえ、まあ、しかしとんでもない本数が運転されている東横線からそのまま電車がみんなこの的町周回街まで送り込まれてくるわけで、本当に電車の運用も大変だろうなと思います。ここで15分後の各駅停車、渋谷駅かな池袋駅かながやってきたわけですが、そのさらに続行で東駅止まりの急行電車が到着。もちろんですがこの急行電車に関しても元町中華街駅での折り返し時間は2分とか3分とかそこいらしか用意されておりません。もう各駅停車よりも急行とか特急の方がよっぽどハードなスケジュールで動いてるわけですよね。本当に大変だ。それではとりあえず今やってきた急行電車で元町中華街を離れようと思います。
ということで今回は1分間隔で列車が滝のように流れ込んでくるヤバすぎるターミナル駅、東急東横線の元町中華街駅についてのご紹介でした。お、ちょうど九州都連結の珍しい電車ですね。もう本当にねこの駅ヤバいですから、こんな平日の真っ昼間、今ラッシュ時間帯じゃないんですよ。ラッシュ時間帯じゃないのにこんな感じでね、とんでもない間隔で列車が次から次へとやってくる駅っていうのは全国探してもなかなかないと思いますから、皆さんもぜひ興味があれば横浜観光のついでにこの元町中華街駅のとんでもない折り返しの様子ご覧になってみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。